三石様。雨上がりの日などに鬼の手がらしいものが石の上に見えるという。三石神社は岩手県森岡市にある神社。三石神社とも言う。森岡市の東県寺の裏手にあり、境内に締縄が張られた三つの巨大な花崗岩が立ち並ぶ。この三つの石は岩手山が噴火した時に落ちてきたとされ、古くから三石様と呼ばれて人々の信仰を集めていた。 伝説では、現地に、羅折機という鬼が、里人や旅人に悪事をし、困り果てた里人たちは、三石様に、悪い鬼を懲らしめてくださいとお願いしたところ、三石様がたちまちに、羅折機をこの三つの大石に縛り付けた。行転したら、雪機は降参し、二度と、悪さをしないこととこの土地に来ないことを約束し、証として、石に手形を残して、南昌山の彼方に逃げ去った。 この岩に手形は岩手の名の起こり、二度とこの土地に来ないことは小塚田の名の起こりとされている。また、鬼の大散を喜んだ里人たちが三井の周りを三々山里と踊ったのが三々踊りの始まりだと言われる。境内の入り口に立つ石鳥居は三十名の勇士によって1937年4月19日に奉納されたものである。ありがとうございます。